DS BDS Hey Spinners Day グラントスペシャルゲストゲスト白枠に来てもらいました。どうもありがとうございます。では今日はこれを紹介していきたいと思います。で世界からやってきた不思議で、これは何なのかというと、はい、マジックです。でしょうね。で、今日はこのスーパーマジックを、はい、ユーたちに見せて、それをネタが分かったらクリア。あーあー、はいはいはい、はい、こう耳にこうどういうネタか教えてもらいます。了解です。で、分かんなかったら、動画でね、言ってないカミングアウトしてもらいたいです。大丈夫か。で、俺もね、ネタが分かったら俺も言うよ。ってことなんでね、僕もまだネタが分かんないんで、ちょっと勉強したいと思います。これ読んだら分かっちゃう。これ誰に対する気持ちですか。じゃあ、マサイに対する。あ、マサイに対する気持ち。あー、どれがいいかな。もうこれっすよね、そう考えても。じゃあ、それは上に数え持ってください。どうやっておでこにしてる。いやあれ、何も見えない。あれ、おかしいな。何も出てこない。とりあえずおでこにつけたらどうですか、それ。なんか見えるはずなの。見えるはずですよね。ですよね、僕もそう聞きましたから。え、なんか見えた。お前こっちもメガネしろや、お前。え、出た。どこ見てんの。いや、なんか70ですか。ああ、はい。40ですか。うん。うわぁ。え、待ってよ、これなんすか。おかしいでしょ。いや、おかしいの俺が聞きたいですけど。差し込んで並べます。マジックの秘密で並べた内容にどこで、YouTube に対する思いをシルクロードに当ててもらいます。じゃあこれだ。あ、おお、40%。ベベー。分かった。何？俺分かったわ。何？ちょっとやってみて。ちょっとあのね、これし、あの仕掛けが必要なんだ。そもそも種も仕掛けもないわけがない。なんかペケた。やばいやばいやばい。これあんじゃん。この中で、あなたは何をメインに毎日生きていますか。ああ。それは何？もう言っていいの？っていうのを。思って、あ、ここの中で思って、ここの中で思って、この中から1枚選ぶんです。はい、質問したいと思います。じゃあ、このね、はい、5枚のカードの中から、あなたが一番大切にしているものはどれでしょう。これもまた厳しいね。質問だけど。あ、これだ。これを重要にしてる、あなたは。そうです。ですね。じゃあ、これを私は見ないようにして、はい、これを。え、わかんない、それで。あ、反対、反対。そう、反対なんで。反対でも大丈夫。大丈夫。あ、別に関係ない。俺そんな感じで。なんだと。外したらダセーなー。どれを選んだのか、私は当てます。ちょっと、もうちょっと。わかりました。おー、あなた、これを選んでました。おー、おー、はい、順番変えてない。順番はこれちゃんとこう刺されて、こう刺しました。なんで分かったの。今の見て、じゃあ、はい、ここにいるんで、じゃあ1人ずつ刺して。そうそう、あ、じゃあ正解。お、なんだと。ほら違いますね。種というか、財って大前提というか。てか、その前に全員に聞こえてた。じゃあ、一人ずつ答えを言ってもらいましょう、もう一度、はい、じゃあ、ダボ君ね。いや、俺は、その、触った時の、こうやって持った時の手の熱でここの色が光で変わるんじゃないかと。光で文字を切れる。じゃあ、じゃあなんか、カミングアウトしましょう。そうですね。便が出ない時は、洋式でもうんこ座りします。で、人ん家でもします。右足と左足の靴下が違います。これ今日はずじゃないですか。
ほぼ毎日俺も結構そうだよ。それだけもっとでかい方がいいですか。実は今日着てる T シャツシルクなんです。ほんとだ竹が俺のだ。サイズ S って書いてあったからさ、なんていうかな。ってことで今日はスーパーマジックでした。みんなも買ってみましょう。シュッチチキチチチチチチチそれこれです。村上ジョージ。PDS 株式会社。